ありがとうございます。こんにちは、キティアイです。お願いします。じゃあちょっと軽く自己紹介させていただきます。まず私 OG なんですけど、今日はあの結局参加していただいております、ダンダンです。よろしくお願いします。現役メンバーのマナミンです。よろしくお願いします。今日はなんといってもあのこの後ソロコーナーがあるので、それを楽しみにしていただきたくて、一人10分ぐらいね、あの、うん、ソロコーナー設けていただいて、やばいですよね。私もここ4年間ぐらいここの活動をやらせてもらってますけど、こんなソロマックもらったの初めてで、すごいちょっと緊張してるんですけど、でもマナミンのソロコーナーのセットリストがめっちゃいい。ほんまに期待しててください。頑張ります。本当に、なんか見どころとかありますか、ダンさんの。私ですか。私は相変わらず48で縛ってます。そうですね。衣装もダンさんの、そう、もういつもの決まってる感じが、めちゃくちゃちゃんとした。そう、まあ、2022年なんですけど、私が今後で着るのは2006年の衣装で、ちょっと皆さんタイムスリップした気持ちで見てもらえたなと思います。マナミンだってまだデビューしてっていうか、ユニステで立ってから半年ちょいだよね。ユニステの前もだいぶ空いてたし、実質ほぼ半年ぐらいなんですけど、もう半年とは思えないぐらい皆さんパフォーマンスいいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しいですね。本当にソロでもムンちゃんもですけど、もうソロでも全然光る子だし、もう今押したらサイコさんなんでね、ぜひぜひ、ね、お願いします。ぜひぜひお願いします。押してあげてください。ユニドル界隈こういう感じいなくないですか。そうやね、ピエンみたいな。ピエンみたいないないですよね。そう、なんか意外と量産型女子じゃないけど、そういう子っていなくって、キティアイの中でもキティアイって結構ね、おとなしくてふわふわってした子が多いと思うんですけど、うん、その中でもいい味を出してくれてるので、ありがとうございます。期待してます。次ムーンさんはあの、うん、今からソロなんと歌ってくれるので。そう、生歌ですよ皆さん。もっと、あ、ムーンさん来た来た来た。お待たせしました。すいません。今からソロコーナーやっちゃいます。やっちゃいます。イエーイイエーイ。ぜひ聞いてください。あ、じゃあ頑張って、ムーンちゃん頑張って。行ってきます。行ってきます。じゃあもう来てるわ。それでは、まあ、いいや。よし。では、あ、ここですね。はい。それでは、私のソロコーナー、ぜひ楽しんでください。1曲目、初恋サイダーです。お願いします。キスをあげるよ。Thank you.
ありがとうございます。
知ってる方も多いと思うんですけど、スカートひらりの衣装です。今日はあのスカートひらりとシークレットとチャイムアラブソングやらせていただくので、知ってる方は一緒に踊ってください。よろしくお願いします。I'm not afraid to die.
うございました。ありがとうございました。ソロコーナーどうでしたか？どうでしたか？ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、ちょっと、感想を。一人ずつ。そうね。私、ムーンのソロ曲。1曲目、ボーノの初恋サイダー。2曲目、ジュースジュースの禁断少女。で、3曲目、シークレットにしてたんですけど、これもジュースジュースのプラトニックプラネットっていう曲をやりました。冒頭2曲は本当にずっとやりたかった曲なんですけど、3曲目のプラトニックプラネットが、2019年ぐらいのジュースジュースが、やってた曲で、もうめちゃめちゃファンからもめっちゃ人気の曲だったんですけど、音源化されずに、そう、かりんちゃん、宮本かりんちゃんと、高木さゆきちゃんと、金沢智子ちゃんが卒業しちゃって、うん、これは音源化されてもうおらんのかって。強い目。そうそうそう。初期面そう、初期面、初期面。で、そうしたら、今の面体制になってアルバムが発売する、4月に発売しますってなって、そしたらプラトニックプラネットが音源化されるって。で、クレジット見たら、その3人の名前があるんですよ。もう、ねもう、ピック発狂して電車で泣きそうになりました。もう、いやもうこれはもう絶対にやらないといかんと、やりたいと思って、必死に、あんまり音源もないし、映像もあんまないけど、もうめちゃめちゃ頑張って覚えました。じゃ最近音源化されたばっかり？そうです。4月に音源化、4月20日に音源化されました。すぐ買いました。素晴らしい。ありがとうございます。今日は全部、ハロプロ？そう、全部ハロプロ。ボーノが鈴木愛理ちゃんの、そうかそうか。みやびちゃんとももちのやつ。そうです、ハロプロで、ハロプロ尽くしでやりました。まさん、ハロプロも48も詳しい。せやね。そう、かっこいいよな、子が好きで。なんやろ、守備範囲広いよな、そうか。そうかな。そう、全部知ってる。マニアもさ、守備範囲広い。うん、確かに。確かに。マニアは何やった？マニアは、1曲目が犬猫で、2曲目がアキシムのサマーサマーで、3曲目がマイユーのシンクロときめきでした。シークレットやね。そう、シークレット。シンクロときめきや。何年前の曲や。ダンス、ダンスに送ったら、強いってめっちゃびっくりする。めちゃめちゃ。ダンスが湧いてたもん。子さんの48オータがね。そうなんよ。夏2012年とかやった気がする。懐かしい。小学生の時にさ、まゆゆのソロライブ行ったの。マジで？強すぎん？そう。めっちゃいいやつ。なんか CD 買ったらいけるやつみたいな。すげえ。懐かしい。いいな。私もともちんのハイタッチ行った。うわぁ。パパとキューズモール。そうそう。キューズモール。え？キューズモール。そう、キューズモールのハイタッチで、パパとま、私で2枚 CD 買って懐かしい。おかえりなさい。おかえりなさい。ちょっとソロの話しますか？大丈夫？あ、じゃあちょっとだけおこがましいんですけど、今回シークレットということで Dear My Teacher っていう曲をやらせてもらったんですけど、まあこの曲は本当は先生と生徒のなんか禁断の声みたいな曲なんですけど、今回なんで選んだかっていうと、今日聴いてくださってる方って結構私のことを昔から知ってくれてる人も多いのかなって思ってまして、だからきっと私も勝手なんですけど、まあ皆さんのこと先生だと思っているので、ということで Dear My Teacher 選びました。いやいや、でもチャイラグはね、やっぱりそう、ずっと楽しいなって思ってる曲なんで、ぜひ現役の子に学祭で広いステージでもやってほしいなって思ってます。いつでも振り入れできるんで読んでください。お願いします。ありがとうございます。じゃあ3人揃ったところで、ちょっと最後の曲行く前に告知なんですけど、6月の11日土曜日の6時半から、吹田の名シアターの方で単独公演を行わせていただきます。チケットが最前の方がもう締め切ってまして、で、次、前方から、受付が始まるのでぜひ来てください。あと何やったっけ？あ、そうそう、グッズのね、うん、ね、そうグッズが今回いつもチェキだけとかなんですけど、オリジナルの T シャツとかタオルも作れましたので、お求めやすい価格ですので、ぜひゲットしていただければと思います。ぜひぜひお願いします。お願いします。
では、じゃあ最後の曲に行きましょうか。はい。はい、では最後の曲に行きたいと思います。では、聴いてください。Choose Me。キティアイでした。ありがとうございました。